どうも、ゆずきです。そして鈴村一発です。ホリディです。3人合わせてドラゴンズ大好き芸人芸人界ドラゴンズ版なんじゃもんじゃゲームスタート。誰だ。あー、阿部さんはどんなのにしますか。ヒゲもんじゃヒゲもんじゃヒゲもんじゃさん。ヒゲもんじゃさんですか。ヒゲもんじゃさん普通にマスターとか言っちゃいそう。聞きますね。聞いてください。緊張するな。はい。あ、福留さんです。千球眼大魔王選びますからね。千球眼大魔王。大魔王。どんな球でも、うん、これは絶対ボールみたいな感じで。確かに。サクッと見て、サクッとね、見て、で、ダイソー。すぐダイソー。確かにね。4球選んでますもんね。またか、またか、みたいな。ファンも思ってますもんね。うん、じゃあ、ゆずき、引きますね。せーの。ドゥン。千球眼大魔王。千球眼大魔王。あー、やばかった。早い。勝っちゃったからね。3枚目でダブルじゃあ、ポリですか。はい、はい、ああ。ソベさんですね。ソベさん、これもヒゲもんじゃ目力引くぐらい強め。目力引くぐらい強めじゃあ、いきますね。はい、はい、これはもう推し選手じゃないですか。大好きな大エースでしょ。あ、大エースね。確かにそのまますぎますからね。もう偉大な選手ですから、もう沢村賞ですから。あだ名とかもつけづらいから、ね、いいところ。いやー、じゃあそうっすね。いいところありますね。優しいですからね。確かにな。8回黄金魂。8回黄金だ、はい、あの木下雄介さんの曲が曲を8回に使ってらっしゃるんですよ。あの木下雄介さんを8回に投げることが多かったから、帰ってくる前に使うってことで。これあの覚えててくださいね。そうでしたね。そうだ、覚えなきゃいけないんだ。そうだ、そう、ダイエスダメだ。ダイエスってよく呼んでるからな。しまった。じゃあいきます。せーの、でん。あー、これはつきやすいよな。どうなんでしょうかな。なんかつけやすいくて、あだ名がどれにしようか迷う。なんかつけやすいっすよね。つけやすい。いろいろエピソードありますもんね。特徴もあるしね。そう。うわー、何しようかな。足シンプルっすね。足ヒゲもんじゃ。そうか、そうか、さっきの、そうか。いや、はい、行きましょう。行きます。周平さんか。つけたと思うな。周平さんか。結構ね、つけやすいのかな。どこなんだろう、周平さんは。いや、つけやすいんじゃないですか。つけやすいですかね。つけやすい。バンテリン唯一のランニングホームラン。バンテリン唯一のホームラン。一人だけですから、もう他のチームも誰もいないですから。さすがだな。ちょくちょくこう豆知識入れてくれるんですよね。あと守備がめちゃめちゃかっこいいです。もう送球が本当に綺麗で、もうほぼストライクですか、間違いなく。全然そういうことがないですもん。守平選手はね、すごい好きなんです。お尻が好き。お尻が好き。いきますよ。せーの、じゃん。あー、やだー、どうしようかな。やだゆずきのパパ。勝手にしたんですけど。ゆずきのパパ。これはあのドラフト会議をね、ドライブさんとした時に、うん、あの私がパパにしたい人はって選んだのをビシエド選手にしたんですよ。そうだったのか。ビシエド選手嫌いな人いないでしょ。みんなが大好き。こんなにドラゴンズや日本に愛持ったね。間違いないですね。本当にファンクラブの感謝デーも出てらっしゃいますからね。そう、三輪車ボーイでもよかったな。ザ・中日顔。おお、ザ・中日顔。中日の顔、中日選手っていう顔ですね。あんま響いてない。あ、
8回で黄金魂いけたやったぜ8回しか出てこなかった8回しか出てこなかったあー取れたよかったよかったゆずきのパパ、ゆずきのパパ違う、ゆずきのパパ違う、ゆずきのパパパパ、うん、パパだけじゃない、うん、ゆずきのパパゆずきのパパもうそう思っちゃいますもん多分帰ってもそう思いますよパパに見えてきたもんなんか、はい、じゃあ行きますせーの、てんあーまあじゃあ、まあ、ここは普通にシンプルに笑う角には福来たるであを呼ぶ男ですから今年もそれを期待したいもっと期待したいということなのであ結構長いのですねやばいなぁ取りたいあ、なんだっけなんじゃもんじゃつじゃなくて眼光が強すぎるみたいな目力 が, 目力 が, 目力が強すぎる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 あ、そうだ低くない強めか覚えないやめてんすもんじゃつって言っちゃったからこれねあーヒゲですかねワンツーですねああ痛そうだったあの一発さんの、ね、大好きなるほど京都ヨウタ京都ヨウタ一文字京都ヨウタ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 ちなみに何一番大好きな選手スーパースターしか出てこないですねスーパースターすいませんごめんなさい申し訳ないですどこが好きなんですかでもかっこいいですもんかっこいい動きがもうこんなデレデレって立ち振る舞いも心も全部好きです全部好きです全部好きです大好きです選手たちですか京田選手大好きです違うなこれこれ違うな照れてるはず好きすぎるいやー好きですもんじゃあ行きますでん一気のお尻じゃなくてなバンティーさんの唯一の何が起こったナゴヤドーム唯一のうんにゃにゃにゃんゆずきのお尻って何ゆずきのお尻ゆずきのパパのゆずきのお尻一緒になってるえなんでなんでホリディが引くのゆずき警戒中本当そのうち嫌われそうなそのうち嫌がられる気がします本当に警戒されてる気がしますゆずきさんのカメラに一応えっ合図できますよ伝えてください見てるかもしれないやばいやばいやばいぐんちゃん撮ったよイラ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 本当に警戒してますかじゃあマジでもう最近反省してるんですよね私のことは嫌いでもスクイズ TV のことは嫌いにならないでくださいはいどっかの人が言ってましたねどうぞネオくんかお茶目かわいいよね、確かにその言い方にしないといけないお茶目なんかネオくんって同世代の選手とか他の選手とオフのショットとか撮ってる時大体変顔されてるんですよ。可愛い。もうすごいお茶目なんですよ。可愛らしい。いい青年ですよ。お茶目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 。可愛いね。お茶目。お茶目。お茶目。オッケー。オッケー。オッケー。お茶目。ここでスペシャルカード。何？スペシャルカード。何？何？え、なんだろう。スペシャルカード。せーの、でん。自分で。世界で一番可愛いゆずきちゃん。ああ。そうでしょうね一番かわいい世界で一番かわいいゆずきちゃん世界で一番世界追いました世界でか一番かわいいゆずきちゃんあ正解ですオッケー世界で一番かわいいゆずきちゃん世界で一番かわいいゆずきちゃんそうそうですそうわかりました世界で一番かわいいゆずきちゃん世界で一番かわいいゆずきちゃんはいこれが1枚目のスペシャルカードあ、これスペシャルカードあと1枚目嬉しいなおでだいい写真自分でいい写真何これ自分で引き出しですねこれはすごい叫んでますねこれどこにいつの写真これうるさいドラゴンズファンうるさいドラゴンズファンゆずきさんだったらちなみになんてつける一発さん世界で一番可愛い一発じゃあやっぱりあごめんなさいさっきなんか間違えましたね、うん、世界で一番可愛い一発でしたね、うん、一発名前、うん、名前、うんいや自分で言うのはずいな
きつーい。かわいいじゃないですか。どこが見て、どこがめっちゃかわいい。どう見てもかわいい。どこが超かわいいよ。信じられない。じゃあ世界で一番かわいい一発でいいです。いいと思います。ゆずきけかちゃん早い。声やばかったね。愚痴あった。絶対止めたくないと思ったら前のめりそか、早く言わないといけないんだよな。今さら気づきました。早く言わなきゃいけないんだ。そういうゲームです。そういう遊びです。すみません。笑うおちゃめ飛んでましたね。世界で一番可愛いゆずきちゃん。足世界で一番可愛いこつゆずきのパワー。短いですね。ラスト1。はい、おちゃめおちゃめ。完勝じゃないですか、これはもう。では一発さんから枚数お願いします。11枚です。9枚26枚。医療選手でした。ドラゴンズ縛りっていうのがちょっと終始テンション上がってしまったかなって思いますけど、どうでした？楽しかったですね。楽しかったですか、ね、でも本当ちょくちょく入れてくださる小ネタ情報がマジで面白かったなと思ったんですけど、安倍さん僕持ってないんですけど、安倍さん料理好きですからね。角煮とか作るの大好きですか、オフに。いや本当に楽しい時間でした。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。のいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。楽しかった。ご覧いただきありがとうございました。いいねチャンネル登録ぜひお願いします。